まだまだこんなもんじゃないよ。私たちの本気は。キッチン乗れてないぜ俺。乗せられているだけだ。この道はジェットコースターと同じだ。自分でリズム作れてないから怖えのなのって。だけどここで離れたら絶対に追いつけない。こらえろ。コースを知らないってのは想像以上のハンデがあったな。集中力を切らしたら壁に張り付くか谷底行きだ。さすがに今評判のアキナの86だね。そう簡単にちぎらせてはくれない。これからよ。右かと思えば左の薄いのコーナーの恐ろしさ。次右手前よ。 OK。 早い。クソ、でも離されてたまるか。相手が曲がれるなら俺だって。匠のやつ、相手が曲がれるなら自分だって曲がれるはずだって言ったよな。ええ、言いましたよ、はっきり。信じらんねえ。すんげえ単純な発想。どうなってんだよ、あいつの頭ん中。でも、ある意味ですごいことだぜ、それって。あいつぐらいのテクがなけりゃ、思いつきもしねえ。そりゃ、ツッコミで限界超えない限り、コントロールはできるだろうけど。できますよ、もちろん。しかし、相手は何たって、このコースを知り尽くしているマコちゃんのシルエーティーだぜ。当然ギリギリまでスピードを上げていくだろうから、匠も同じスピードでコーナーへ突っ込んでいくんだ。この何も知らねえ。初めての薄いで。寒気がするぜ。考えただけでも恐ろしくなるな。ああ、テクだけじゃない。それに、半端な度胸は通用しない。一つ間違えたら、完全に、お釈迦だ。相手はシルエイティとか言ったな。シルエイティってなんだ？食いつかれてる。なぜ？私乗れてない？佐伯。そんなことない。マコの調子はいいよ。だって後ろにぴったり。あんたはミラー見るのやめな。リズムが乱れるからね。後ろの動きは私がバッチリチェック入れてるから大丈夫。まだ始まったばっかりでしょ。楽しまなくっちゃ。最高のバトルじゃん。わかった、任せたわ佐伯。そうよ、パートナーを信じなさい。マコと私は薄い最速のベストチームなのよ。先行が後追いをちぎれば勝ち。ちぎれなければ次はポジションを入れ替えて決着がつくまで繰り返す。サドンデスデスマッチってわけ。このルールなら一本目は絶対先行だろう。だが二本目にもつれ込むことは確実だから、一本分練習できるもんな。二本目で負けてもその方がカッコつくしな。一本目は後ろでいきます。考え直せ、タグミ。これは俺のバトルでしょう。俺が決めます。やべえ、後ろに疲れるのが嫌だからってのが本心で後追いを選んじまったけど、こんなにやべえと。慣れないコースを攻める上で
最も難しいポイントはコーナーの進入速度を決定する判断力である。圭介が負けたのも中里の3人が抜かれたのも同じだ。どれほど技術があってもこの点だけは走り込んでいるドライバーにはかなわない。ならばアキナで86に勝つのだ。勝てる。この理論ならあいつのコースであるアキナさんでも。やべえ、やっぱ甘かったか。とんでもねえ危険な賭けに出ちまった。コーナーの入り口でのほんの数センチのラインの違い、スピードの違いが出口では大きく差を広げていきやがる。膨らんだ。心臓が縮み上がるような瞬間をいくつも飲み込みながら走り屋は成長していくんだ。並外れた集中力とセンス、鍛え込まれたドライビングテクニック、そして何よりも俺の手で熟成された足回りの完璧な仕上がりがあれば負けやしねえだろ。どうなったかな。もう決着ついたかな。戻ってくるまで分かりませんからね。無理だよ。どうひいき目に見ても不利なバトルだもんな。でもですよ、池谷先輩。今まで匠が有利な条件なんか一つもなかったじゃないですか。中里の三人だってバケモンみたいな車だったし、庄司ってやつとのガムテープデスマッチだって匠は初めての経験だったんですから。それでも一つだけ匠の味方がいたんだよ。場所がアキナだってことさ。え？匠が5年間毎日走り続けたな。先輩、コースの違いってやっぱりそんなに大きいんすかね。何回か走ってれば違うだろうが、匠はここ走るのまるっきり初めてだからな。そういえば、なあ池谷、俺気になってたんだけど、まこちゃんの助手席に座ってるあの子何なんだ？何って俺に聞かれてもな。俺も気になりましたよ。バトルだってのに当然のように隣に乗り込みましたからね。俺も詳しいことは聞いてないんだ。ただ幼馴染の親友で、初心者の頃から走るときはいつも二人で考えながらドラテクを完成させたってことらしいよ。それってラリーのナビみたいなもんじゃないですか。はあ、だったら匠はますます不利だ。大丈夫っすよ。匠が負けるわけないっす。だって横に優秀なナビがついていれば、まこちゃんはドライビングだけに集中していればいいんだからな。コーナー手前に障害物、かわしてからインを閉めて。イニシャル D、 イニシャル D、
これだけハイペースについてくるなんて。マコは絶好調なのに食いつかれてる。なんてやつなの。マコ、もうすぐ C の121だからね。勝負をかけるよ。あそこだけは入り口から目いっぱい流していくよ。ガツンと一発かましてやろうよ。この薄い峠で一番難易度の高いコーナーで。わかった。そういうことね。見せつけてやるわ。入り口から出口まで振りっぱなしで。私と同じスピードで突っ込んでクリアできたやつはまだいないからね。マコとサユキ、今夜は来てないのか？どうかな？まだ見てないけど。見てえなあ、シルエイティのドリフト。この C の121コーナーは最高の見せ場だもんな。すげえ難しいもんな。難しいなんてもんじゃないさ。ここを入り口から出口まで振りっぱなしで抜ければ、薄い峠では上級者って言われるんだ。薄いで上級者なら、どこ行ってもトップだな。ああ。度胸一発。ドカーンと死ぬ気で突っ込まないと、スピードが足らなくてドリフトが出口まで続かないんだよ。初めてのやつなんかみんな失敗するわな。ふーん。でも、慣れればできるやつもいるんだろ？何人かはな。でも、全開ノーブレーキで入るのは、マコのシルエイティだけさ。何キロぐらい出てるか知らないけど、あればっかりは誰にも真似できねえもんな。お、お？上から誰か降りてくる。すげえスキルオンだ。攻め込んでくるぞ。来た。お、シル。しやがった。信じられん。誰だあの86。まさかあいつが最近噂になってるアキナの86と鳥肌が立ったぜ。何今の。超限界スピードからの四輪ドリフトはウルトラ D の難易度なのに、慣れているマコでさえ立ち上がりでベストラインを5センチ外した。それなのにあいつは理想的なラインに修正して抜けてきた。
体の怪物をバトルの相手に選んでしまった。ぼやっとしないでよ。いつものさゆきじゃないよ。あんたにはわかんないの、マコ。後ろの八六、化け物だよ。今のあたしらの手に負える相手じゃない。何よ、いつもは強気なこと言ってるくせに。まだ負けって決まったわけじゃないのにギブアップしちゃうの。そんなの嫌だよ。そりゃそうだけど。もういい。さゆきがそんなに弱虫だとは思わなかった。さゆきなんかにもう頼らない。あの八六がすごいのは初めから分かってることじゃない。でもね、これが最後のバトルだって決めたんだから。だから私たちのベストを出し切らなきゃ終われないでしょ。何よ、おじけついちゃって。今のさゆきは最低だよ。助手席に置いてある荷物だよ。荷物？ええ、そうよ。パワーウェイトレーションを悪くするバラストだよ。ハンドル持つと人が変わるんだから。私がバラストとは何よ。ナイスボディだけどデブじゃないわよ。デブじゃん。だって49キロのハンデじゃない。47キロ。そこまで言われちゃ黙ってらんないわ。行くわよ、マコ。死ぬ気で攻めなさいよ。そう来なくっちゃ。次のコーナー、陰側の岩にぶつけるぐらいの気合で切り込んで。オッケー、最近。いける。がむしゃらについてってるうちに良くなってきた。この峠のリズムが分かってきた。自分のリズムで走れている。残りのコーナーの数が少なくなってきた。だけど最後まで気は抜かない。攻めて攻めて攻めまくる。悔いだけは残さない。薄い峠最速のプライドにかけて。